はい、今回の中国史の時間は、歴史の転換点に注目、闘争変革、やるぜ。変革、変革、レボ、リューション。それは革命、変革はトランスフォーメーションなんだよな。そうなのね。闘争変革、闘争変革論とは、闘から争へと移行した、10世紀前後に起こった大規模な政治、社会変革のことで、これを中国史最大のターニングポイントだったとみなす。学者もいるほど、中国史において非常に重要な変革のことだ。うわぁ、なんだか凄そう。そう、とてもすごい変革なのよ。それは、江南の大開発による人口増と、それに伴う中国の北と南の、人口バランスの変化や技術革新によるエネルギー革命、また、貨幣経済によって起こった商業の発展に、それを、契機とした新たな都市形態の誕生といった社会的発展、そして、君主独裁制政治の完成といった政治的発展。このような大規模かつ多岐にわたる変革が闘争変革よ。うわぁ、なんだか凄そう。というわけで今回は、中国史上最大ともされるこれらの、諸々の変革について、一つ一つ紹介していくので、最後までご視聴いただきたい。視聴する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 、闘争変革マスターに、私はなる。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、乗っ取りカードで独占崩され大激怒人間の提供でお送りします。さて、闘争変革とは、王朝で言うと東朝と早朝の間、西暦で言うと10世紀前後の時期に中国で起こった、政治や、経済、また文化や生活様式にまで及んだ大転換のことだ。この言葉、闘争変革は日本三大コナンでおなじみ。20世紀初頭に活躍した東洋史学者、内藤コナンによって、最初に唱えられたのだぜ。ほうほう、内藤の方のコナン君が最初に言い出したのね。そう、この言葉が登場した背景、内藤コナンが唐と宋の間に、起きた変革に注目したのは、当時の日本の東洋史学界で、中国の原型はいつ頃できたのか、という問題意識があり、それに対する答えとして、彼はこの唐から宋への間の変化から現在、当時の中国が始まっているとし、彼は当時、闘争変革以降、中国は近世になったと唱えたのだ。その後、この闘争変革の後の時代を近世とする、京都学派と中世とする東京の歴史学研究会派の間で、激しい論争が起きたのだが、これはまあマルクス史観が世界の主流だった時代、発達段階、時代区分が重要だった時の話で、現在、その議論はもう大した意味があるとは思われていない。じゃあ闘争変革ってもう意味ないの？いやいや、時代区分の議論がもう重要じゃないってことで、内藤コナンがもともと言っていたような、その後一部は現代にまで、つながる大変革としての闘争の諸変革は相変わらず重要なのよ。なるほどねー。で、具体的にこの闘争変革で何が変わったのかというと、政治、社会、経済、産業、それに人々の生活と、世の中全体が変わったのだぜ。その中でも特に大きく、変化したのが政治、統治体制の変革だった。というわけでまずは、その政治における変革について話そう。はい、さて、東大までの中国で、政治や社会における最も大きな、勢力であり、指導者層を独占していた人々は、いわゆる、門閥貴族であり、彼らは隋の時代に科挙が始まっても、依然として力を持ち続けていたのだぜ。ところが、その貴族が東末の混乱や五大実国時代の戦乱の中で、貴族化はぶち込み濁流作りおじさん主前中やんけい、10世紀以降姿を消していったのだ。そしてそれに代わって、壮大から政治上、最も大きな権力を掌握したのが、皇帝だったのだぜ。皇帝、皇帝、中国史の中心、皇帝、あれ、でも皇帝ってもっと前からいたよね。確かに、皇帝自体は宋の時代より千年以上も前から、存在していたわけだが、権力が皇帝ただ一人に集中する、君主独裁制が成立したのは宋以降のことで、ここから、皇帝が行政機関を直接指揮下に置き、皇帝一人によって、決裁がなされるようになったのだ。このような皇帝による、独裁政治が実現できた背景には、隋の時代に導入された、管理統領制度、科挙があったぜ。
導入した当初は、あまり効果が見られなかった華僑も、そうになると制度の整備が進み、名門貴族の子弟であろうと華僑を受け、合格しなければ官職に就くことができなくなり、さらに、華僑に合格したとしても、皇帝に任命してもらわなければ、高い官職に就くことができなくなった。こうして皇帝が、官僚組織を支配する構造が完成し、これにより、君主独裁制が確立されたのだった。独裁ねえ、独裁か。我々現代を生き、民主主義を知る満州族にとってはまあ、独裁と聞くと、おろ、と思うわけだが、中国史の発展的には、君主独裁制の確立は非常に重要なことで、宋代以降の、中国の象徴、元朝だけは約100年のモンゴルの支配なので、ちょっと覗くけど、南北の宋朝、明朝、清朝と、宋代に、君主独裁制が確立されるとそれ以降、中国の王朝は、300年くらいは安定的に続くようになったのだぜ。ほむほむ。確かに、これは門閥貴族の消滅によって、皇帝の権力が、絶対的なものになったからだとも言え、君主と臣下の、立場が絶対的になることで、東大まで頻発していた、侵略や廃位は滅多に見られなくなり、禅譲での革命も、なくなっていったのだぜ。はぁ、劇的な変化だわねー。といったところがまあ、闘争変革の政治的な変化だが、一方で社会的な変化はというと、これはより多岐にわたり、江南の大開発とそれに伴う人口の増加、エネルギー革命と技術革新、貨幣経済の進展と商業の発展、またそれによる、新たな都市形態の誕生などなど、多くの発展が挙げられる。社会変化多すぎー。というわけで、ここからはそれらの変革についても、紹介していくぜ。はい。まずは江南開発と、それに伴う人口増加について。はい。中国はもともと、黄河と長江という、二つの大河のほとりで、ほぼ同時期に文明が誕生したのだが、様々な地理的、環境的要因から、黄河流域の河北の地、中原が、中心となり、中国文明は発展を遂げていったのだぜ。二里島か、やいん。州も黄河流域の王朝だもんねー。その一方で、中華の南、長江流域の江南は発展が遅れ、三国時代の孫後から開発が始まり、陸朝時代、さらに隋唐時代を経て、宋代以降に本格的な発展を遂げたのだぜ。やったぜ。でも、どうしてそんなに江南の発展が遅れて、なぜ、宋代になって本格的な発展ができたのかしら。乾燥した気候で定期的に大氾濫を起こした黄河に比べ、温暖で湿潤なモンスーン気候に属している江南は、長江という大河が流れ、河口に巨大なデルタ低湿地帯が形成され、中流域には湖沼が多く存在した。そしてそれが、天然のダムとなることで、黄河ほど大きな氾濫が起きず、一見すると黄河より濃厚に適した地だったように見えるが、実は、その巨大なデルタや多くの湖沼があるせいで、水が多すぎて開発することが困難だったのだ。水が豊富なのって、農業にとっていいことなんじゃないの？湿地は農地にするのが大変なのよ。それこそ、湿地から排水する水路の開削や、浸水を防ぐ堤防の、建設を可能にする高度な土木技術が必要だったからな。高い技術が必要だったのね。しかし、その条件さえクリアできれば、湿潤かつ温暖な、江南の地は稲作に適し、多大な農業収穫の見込める、土地だったのだぜ。よっしゃ、壮大テクノロジーが火を吹く。とまあ、その前に江南開発の歴史、ステップ1からお話ししよう。はい。さて、最初に江南開発の成果が現れたのは3世紀のこと、寒冷化が本格化した三国時代の孫後の建国からのことで、その後、清新から五胡十六国時代にかけて、北方から、遊牧民が南下して中原から多くの移民が南に流入し、さらに南北朝時代に入り、中国は長く続く南北分立の時代に突入していったのだぜ。その間に南の生産、経済が、北の権力、政治を支える、という構図が成立したのだ。この構図は、隋唐王朝によって南北が統一された後も、受け継がれ、中国の南北は分立する状態から、分業する体制に転換したのだった。この時代の江南の中心は建業や建港と呼ばれた、
現在の南京の周辺であり、当時は開発された地域も限られ、蘇州や上海などを含む広大な江南デルタの低湿地帯は、この時点ではまだ手つかずの状態だったのだぜ、ほむほむ。だがしかし隋の時代は、まだデルタ地帯の開発は、本格化していなかったものの、すでに高くなっていた江南の、経済力は王朝の維持に必要不可欠なものであり、そのため、隋王朝は華北と江南を結ぶ大運河を建設し、江南の、産物と経済力を首都へと供給していたのだぜ。このような3世紀から始まり、東大まで続いた、寒冷化の時代から始まる発展の時期が、江南開発の、第1ステージであり、第2ステージは10世紀の温暖化と、共に始まったとされるのだぜ。それが闘争変革の時代のデルタ地帯開発だったのね。そう、後でまた詳しく話す、エネルギー革命やそれに伴う、技術革新によって、低湿地帯の水と土を分離する技術が、開発され、それまで湿地帯だった江南デルタが水田に変わっていったのだ。そしてこのデルタ地帯の水田化により、農作物の収穫量が増大すると、人口も急増したのだった。中国の人口動画もよろしくね。北方の王朝も合わせると人口が1億を超えたとされるほど、大幅に増加した壮大の人口を支えたのは、ひとえに、江南デルタの開発と、その水田化、穀倉化の賜物であり、だからこそ当時、そこ、降雪、熟すれば天下たる、という、江南デルタを代表するとみなされていた蘇州と湖州が、豊作なら天下全体を充足させられる、という意味の、流行り言葉があったのだぜ。うんうん、といった具合に、江南デルタの開発が生産爆増人口増を、もたらしたわけだが、先ほども触れたようにこの開発には、技術革新が必要不可欠だった。ここからはその技術革新と、それをもたらしたエネルギー革命について、語っていこう。語って語って。さて江南開発は、それまでのうちとして使用できなかった、低湿地帯の水と土を分離する技術が開発され、その技術でもってのうち開発がどんどこ進められたことで、進展していったわけだが、ここに必要だったのが大量の農具や工具、それも金属製、特に鉄製の農具だったのだ。鉄製農具きたー。ってあれ、鉄製農具って随分前に開発されてなかったっけ？確かに、鉄製農具自体は1000年以上前にはあった。ええー、それなら大した技術革新じゃないじゃない？いや、ここで重要なのは大量に生産できたことであり、それが闘争変革の一つ。エネルギー革命がもたらした、金属生産の増加だったのだ。うおう、なんだかすごそう。さて、鉄をはじめとする金属の生産を行うためには、膨大なエネルギーが必要であり、人類は古くよりそれを、木材から取り出してきたのだぜ。この木材は簡単に、手に入るエネルギー源だったが、一度木を伐採して、使ってしまうと、新しい木が生え、それがまた木材として、利用できるようになるまでには、長い年月を必要とする、回復するのに時間がかかる、という大きな欠点を持つ、エネルギーだった。さらにその植生は、地域の気候風土に大きく影響されてしまうものでもあったのだぜ。なので乾燥した地域、かつては繁栄した西アジアの、メソポタミアやインダスといった古代文明も、かつては、豊かな森林資源があり、それを消費して繁栄したものの、やがてそれらを食い尽くし、森林資源が枯渇して衰退に、向かっていったのだともされているのだぜ。メソポタミアもインダスも核戦争で滅んだわけじゃなかったんだ。ムーの世界は楽しいね。ねえ、さて話を戻そう。森林資源の枯渇、という問題は当然、東アジアに位置する中国でも起きていたわけだが、中国では高価不高価、特に木材の消費が増える寒冷化の、時代に遊牧民の大規模な南下が起こったため、森林資源の消費が抑えられたのだった。遊牧民は農耕民より木材を消費しなかったんだ。そう、こうして木材の枯渇が抑えられ、さらに森林の復活がこの時期には見られたのだという。やったぜ。いやでも、それって一時的な話よね。また農耕民が、木切り始めちゃったら、一体どうするの？それがなんと幸運なことか、10世紀の闘争変革の時期に、中国ではコークスが利用されるようになったのだ。うおう？
コークス、コークス、で、コークスって何？美味しいのん。食べてみる。ノーセンキュー。コークスというのは、石炭を蒸し焼きにして炭素部分だけを残したものだ。陶層変革の時期、石炭の採掘技術が向上し、より多くの石炭をエネルギー源として利用できるようになっただけでなく、その石炭をコークスに加工することで、より大きなエネルギーを引き出すことに成功したのだぜ。これにより中国は、森林資源の枯渇を克服するだけでなく、より大きなエネルギーを手に入れたのだ。これが、エネルギー革命であり、その効果を最大限利用したのが、金属器、特に鉄製の農具や工具の生産だったのだぜ。確かに鉄器は歴史が古く、紀元前3世紀の戦国時代から、使用されていたのだが、この宋代に入るとその生産は、質、量ともに、それまでの比にならないほどの発展を遂げ、それら鉄器が江南の大規模な土木工事を可能にし、農業生産の増大に大きな役目を果たしたのだった。宋の技術は世界一位。またこのようなエネルギー革命は、宋の銅線、宋線の大量鋳造をも可能にし、この宋線の増産によって、後で述べる市場経済の発展も促している。さらに、中国特産の陶磁器の大量生産も、この陶層変革の頃に、可能になり、かの有名な釜本、景徳鎮の景徳も、北宋の真宗の年号、景徳のことであり、宋の時代の、江南開発によって誕生した町が景徳鎮だったのだ。はい、火力は偉大ねえ、コークス万歳、といった具合に、このような木材から石炭への移行、エネルギー革命は、陶層変革を構成する、大きな要素の一つだったのだぜ。なるほどなるほど。さて、宋朝といえば、空前絶後の経済大国であり、軍事力では劣っていたものの、マネーパワーで北方の、領朝や金朝と講和し、平和を保った王朝ということは、皆様もよくご存知だろうが、宋朝が他国まで養えるほど、豊かな経済大国となったのは、はい、はい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 、やっぱり江南開発の成果でしょ。その通り、やっぴーなのだが、江南開発はベースではあるものの、単に、生産量が増えるだけでは経済は発展しない。生産が増え、余剰が生まれると商用が勃興する。その商用を拡大してこそ、経済が発展するのであり、ここに先ほど触れた、エネルギー革命に伴う技術革新による、貨幣、宋銭の大増産が関わってくるのだぜ。ゼニゼニ、ゼニ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 。さて、隋代に整備された大運河は、中国を南北に結び、江南で生産された物品を都長安や洛陽、また北方へと、運んだのだった。このような王朝が習得した物資を、水路輸送で運ぶシステムのことを宋運と言い、これが、中国の経済に非常に大きな恩恵を与えたのだった。もともと中国の地形は西高東低であり、黄河や長江を、はじめ、河川の多くは西から東に流れ、南北を結ぶ、自然の経路は存在しなかったからね。ふむふむ。だからこそ南北をつなぐ大運河は重要だったのね。また、この大運河の重要性は随当、さらにその後の乱世、五大実国時代で重要性を増し、五大の王朝の国とも、そのほとんどが大運河に直結する海方に置かれたのだった。これはその次の時代、南北の宋、北宋、南宋でも同様で、北宋の時代は引き続き海方に、南宋の時代はこれも、大運河に直結する甲州、臨安に都が設置されたのだ。やっぱり大運河沿いなのねー。そう、このように宋代には都が大運河につながったことで、穀物だけでなくより多くの物品が都に運ばれるようになり、都からさらに各地の市場へと物品が運ばれ、大運河が国内経済の大動脈として機能するようになっていった。そして、この国内経済の発展に大きく貢献したのが、エネルギー革命によって増産された貨幣、宋銭だった。この貨幣の普及は当初、税の徴収を物品や労役から、徴収しやすい銭に置き換える、という政府の思惑があって盛んに鋳造されたわけだが、何にでも交換できる、銭の便利さが知れ渡ると、これが一気に普及していき、貨幣経済が進展していったのだった。コークスパワーでどんどん銭作っちゃえ。ただまあ宋銭による貨幣経済では、高価なものの、取引に適さなかったり、
紙幣の導入にしても、その担保が不確かだったりする、といった様々な問題があったのだぜ。確かに、金額の大きなものを銭で買うのは大変だわね。ただ、まだ未成熟ではあったものの、時代の金銀と組み合わせることで完成する貨幣経済のシステムの土台がこの時代に築かれたことは間違いなかった。また、壮大には市場が拡大し、それが国内だけにとどまらず、対外貿易も盛んに行われたことは注目すべきところで、早朝からは、古くからの中国特産品である絹や、陶磁器はもちろん、鉄や銅なども輸出していたのだぜ。はい、対外貿易も盛んに行われてたんだ。そう、銅や金、またムスリム商人とも、もちろん日本とも、貿易を行っていたわけだが、これら貿易で用いられる、港も、港南の開発が進んだことで次々開かれていき、広州、泉州、明州、寧波、といった洋行から、海上貿易が、行われたのだぜ。あ、羅針盤もこの海上貿易が発展した頃の発明ね。取ってつけたかのような三大発明。さて、闘争変革の頃の経済の発展は、中国国内の、都市の形をも変化させたといい、唐末までの世には、政治の中心である城郭都市と農業生産地である村の、二つの居住地があった中、新たに商業の発展によって、城郭のない商業都市が誕生したのだぜ。商業都市、ええやん。この城郭を持たない都市は、当時の言葉で、市または、鎮と呼ばれた、市はもうこれは読んで字のごとく、市場を意味し、マーケットとしての都市という意味だ。これに対して、鎮は、元は軍事的な組織や拠点、機構を意味する言葉だったが、軍隊の基地にはおのずと物資を取引する場が生まれたことから、そこから発展を遂げた、商業都市を鎮と呼ぶようになったとされるのだぜ。なるほどねー。だから商業っぽさのない語、鎮も、商業都市を意味するようになったんだ。そう、あの、景徳鎮の、鎮もまさにそれに当たるのだ。はい、景徳鎮豆知識がどんどん溜まってくー。といったように、市と鎮という商業によって発展し、市鎮と総称された城郭のない商業都市は、闘争変革の時期に登場すると、以後定着し、それまでの、政治都市、城、農村、村に加わり、この三本立てが、19世紀まで続くこととなったのだぜ。はい、またこの市鎮は基本的に、行政機能を有す城郭都市に、付随してその周囲に形成されたので、市鎮の成長が、城郭都市の成長と結びついていった、その代表的な例が、宋の都である開封で、この城郭都市はもともと、周囲の、商業区域が成長したことで100万都市になった都市で、計画的に築城された隋唐の都長安などとは全く違い、都城の建設には計画性はほとんどなく、市鎮の発展に合わせて外郭が拡張され、形成されていった巨大な城郭都市だったのだぜ。そういえば開封会でも、開封は都市計画に基づいて、作られた城郭都市じゃないから、内部のことは現在も、よくわかっていないって感じのことも言ってたわねー。まあ開放ほど商業区域の成長で拡張が行われた都市は、珍しいにしろ、市鎮が城郭都市を拡大させるケースは、よくあったようだ。しかし、城郭都市の立地によっては、拡大に限界もあり、そういった場合には城郭都市を持つ、新たな県が設置されることになったのだ。このように、闘争変革以降、城郭都市と農村の間に商業都市である、市鎮が新しく生まれ、都市の形態や発展の形も新たな、段階に入ったのだった。と、このように闘争変革は新たな発明、木版印刷や火薬、それまであった絹織物産業や製紙法の発展といった、技術的な進展だけでなく、政治や社会そのものが、大きく変化し、後の時代に絶大な影響を及ぼした、この中国史最大の大転換はもちろん、今回紹介した部分だけでなく、思想や学術の方面にまで及ぶわけだが、はい、あと6時間で公開の時間です。ここまでです。ごごごご、というわけで変革が多岐にわたりすぎて、そこまで、手が回らず、無事大敗北いたしました。闘争変革、手強い相手だったわね。学術や思想については、またいずれリベンジするのでよろしくね。といったところで今回はここまで。
ご視聴いただき、誠にありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンも感謝感激。チャンネルメンバーシップご加入、スーパーサンクスも大大大感謝。メンバーシップ限定動画、視聴、も上がっているので、ぜひご覧ください。それでは、また次回の中国史の時間にお会いしましょう。ほな。終わり。